ハップル宇宙望遠鏡の WFPC2 で撮られた IC2944 の非領域に見られるボックグロビュールボックグロビュールはしばしば星形成が起きるようなガスやゴミが高濃度に密集した宇宙の領域である。非領域の中に見られ直径1光年程度の中に太陽質量の2から50倍の質量を持つ分子状の水素一酸化炭素 ヘリウムや1%程度のケイ素のゴミが含まれる。一般に、ボックグロビュールからは2つ以上の構成形が作られる。ボックグロビュールは、1940年代に、バルトボークによって、初めて観測された。1947年に出版された論文で、ボークと、イーカイラ・イリーは、これらの雲は、重力崩壊を経て、構成や成断ができるまでの昆虫の眉のような、 ものだという仮説を立てた。濃い雲が可視光を遮ってしまうため内部の観測が難しく、この仮説の証明は困難だった。1990年に発表された近赤外線を使った観測で、ボックグロビュールの中で構成が生まれていることが確かめられた。さらにその後の観測で、いくつかのボックグロビュールの中には熱源があることが明らかになった。また、 ハービィック波浪天体や分子ガスを噴出しているものも見つかった。ミリ波の気線スペクトルの観測により、原子性の方へ周囲から物質が落ち込んでいる証拠もつかむことができた。ボックグロビュールは現在でも、盛んに研究が行われている。8ケルビン程度と、宇宙で最も冷たい天体の一つとして知られ、構造や密度については謎に包まれている。 学術研究データベースリポジトリリサーチ4ボックグロビュール国立情報学研究所2015年1月10日閲覧イメージライブラリーハップル宇宙望遠鏡が見た宇宙2006年4月ボックグロビュール日本惑星協会 AB クレメンス DP ユンジェール、ヘイヤー MH ボックグラビュールズスモールマレキアラークラウズディープ i r s IRS フォータマトリー &O スペクトロスコープアストローフィザクルジャーナルサプリメント V75 P877 マイケルスパーバートボック S ブラックブロブスアメリカンサイエンティスト2003年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年11月19日閲覧 ボックグラビュールズサッチアズバーナード a r d 68アレオンリーアバウトハーフエーライトイヤーアクロスウェイインアットアバウトツーソーラーマッセズハットローンハートアールサージェント AI ヘニングティーイヤルバイナリーアマルティプルスターフォーメーションインボックグラビュールズプロシーリングスオブ IAU シンポジウムナンバー200オンザフォーメーションオブバイナリースターズエズライパースジンネッカー p103 ボック bj ライリーイーカイスモールダークネビューリーアストローフィザックルジャーナル v105 p255 ユン jl クレメンス dp スターフォーメーションインスモールグラビュールズバートボックワズコレクトアストローフィザックルジャーナル v365 pl73 ライパース b ヒースコート s アンドバーバカイ スターフォーメーションインボックグラビュールズロー、マスクラウズ、ホーヘルビッヒ、ハローアブジェクツイン B335、アストロノミーアストロフィズイックス、V256、P225、ユン、JL、アンドクレメンス、DP、ディスカバリーオブウトフローズフロムヤングステラーアブジェクツ、インバックグラビュールズ、アストローフィザックルジャーナル、V385、PL21、ジョ、S、 エヴァンズ NJ, 2, コン C, オームズリー CM, エビデンスフォープロターステラーコラプスインビー335アストローフィザックルジャーナル V404 P232 ありがとうございます。